天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日もですね、我々の全国ツアーのライブ当日だったんですが、今先ほどまでライブが終わりまして、これから打ち上げ会場に行く皆さんは向かっております。ただ僕だけ今ホテルに一度チェックインし、これから打ち上げ会場で行おうとしているいたずらの仕込みに入りたいと思います。打ち上げ会場、まあ居酒屋ですよね。おしぼりってこんな感じで出てきますよね。このおしぼりに藤山のだけ白い絵の具を塗り込んじゃいましょう。早速今から仕込みたいと思います。できましたよ。遜色ないです。絶対に分かりません。こっちの絵の具を塗り込んだおしぼりを藤山に渡して、藤山のリアクションを楽しみましょう。いいですか、そしたら乾杯の温度を取らせていただきます。はい、5度こっちの温度じゃねえよ。乾杯。わさびの方で。わさび痛い。